お客様でよく頑張ってくれました。
にお見えになって弟子に帰る校長です。どうもありがとうございます。感謝しております。まあ、今年はね、お客さんを代表して校長を紹介してみました。毎年一人ずつ勝利。それでも5年で終わるわ。今日もなかなかね、渋いドラムを聴かせてみました。おなじみです、松井康之雄さん。新しく、今度チャイナを購入しまして、ちょっと買っちゃえねえって言うよ。こんなのをやりました。割れた鍋の蓋ではございません。やっぱりね、バントはこの人です。ボトムラインがね、しっかりしてないとバントは成り立ちません。完全独立採算制の西原弘和ゾンペイス。お前だと平ちゃんあの時面白かったね。西原くん、平ちゃんあのね、どうもどうも。そういや、平ちゃんあのにこの人いた。どうもどうもの時に西原弘和ですって呼ばれへんの。平ちゃんあの時お客でいてね。あ、そういうことあったね。面白かったね。あれ、よかったね。そこで紹介されるのか。今年はね、よく参加してくれた方だよね。まあ、年齢、お前じゃねえよ。お前であるわけねえだろに。いつもいつもありがとうございます。今年もどうもありがとうございました。というか、お前ね、ファンタイムのメンバーなんだから。ジャカスかっこいいよ。来年も大丈夫ですよね。頑張ります。頑張ります。吉野太郎キーボード。そしてこの人なくては、ファンタイムを語ることはできません。やっぱりエース。エースはね、多少わがままでもいい。ずいぶん丸くなって、今年はあの愛についてもうちょっと勉強しなきゃいけないことが判明しまして、完全独立独身制です。独身制。平野清志を見た。DD とかの紹介を西原弘和君より。おーおーイエーイ。頑張っていただきました。千葉、吉野さん、ビジです。イエーイ、スピン。こんな目